アメン。ハレリア、アメン。こんばんは、こんばんは。メリークリスマス。メリークリスマス。ちょっと早い？クリスチャンはですね、ちょっとこのクリスマスシーズンが長いんですね。もうクリスマス。もう11月ぐらいからですね、お店だってですね、こうクリスマスの何かデコレーションしてるじゃないですかね。クリスマスのイルミネーションだって結構先月からやってますよね。で、巷でももうクリスマスやってるんですから、クリスチャンなおさらじゃないですか。私たちは、イエス様が来てくださったことを喜ぶべきです。クリスマスというのはイエス様の誕生日ですけど、そのクリスマスの喜びというのはイエス様が人間として来てくれたから、人間として来てくれたから私たちは救われたんだ、私たちを救いに来てくれたんだ、ね、そういう意味で喜ぶんですよ皆さん。だから救われてない人は喜ぶ意味がないんですよ。救われてない人はもうちょっと右にずれて、救われてない人はね、喜ぶ意味がないんですね。救われたから喜ぶ、あ、ちょ、やっぱこっちとこっちずらそう、よいしょ。救われたから喜ぶんですね。救われたから喜ぶ。兄弟姉妹、イエスキリストにある兄弟姉妹、喜んでください。私たちは救われたのです。私たちは救われたのです。イエス様が赤ちゃんとして来てくれたから、人間として来てくれたから、私たちを救いに来てくれたから救われたんです。どうして赤ちゃんで来たのか、神の子であるイエス様がなぜ人間の赤ちゃんとしてこの地上に来たのか、意味があるんですよ皆さん。イエス様は、その人間として模範を示すために来てくれました。だから赤ちゃんで生まれて、死ぬところまでこのイエス様は模範的な人生なんですね。そしてまた十字架にかかるために、この世に来ましたから、赤ちゃんとして生まれてきて、まさにイエス様は人間だったということをこの表すためと言いましょうか。確かにイエス・キリストは本当の人間だった、本当の神様だったということ、罪のない人間だったということの中でイエス様は赤ちゃんとして来たんですね。ですから私たちはその父なる神様がイエス様を与えてくれた、イエス様が本当のプレゼントという感じでしょうかね。私たちすべての人類のすべての人に対してイエス様は、神様がイエス様というプレゼントを与えてくれました。本当のクリスマスプレゼントはイエス様なんですね。本当のクリスマスプレゼントはイエス様なんです。それでですね、それで私たちはこうね、心の中にイエス様をそのプレゼント、イエス様を信じるというのは、イエス様を信じるというのはそのイエス様というプレゼントを、ね、受け取るということですね。イエス様というプレゼントを受け取る、ね、そしてそのイエス様が私たちの心の中に来れば、私たちが、心の中に来れば、私たちは最高のプレゼントとして、最高のプレゼントとして私たちの心の中にイエス様が来てくれる、つまりイエス様を持ってる、心の中にイエス様を持ってる、これが救いです。これが救い、これが神の子です。イエス様を受け取ってない人はまだ救われていない。イエス様を受け取ってない人はまだ神の子ではない。イエス様を受け取ってない人はですね、天国行けない。ですからイエス・キリストを信じるというのはね、イエス・キリストを信じるというのはイエス様、神様のクリスマスプレゼントであるイエス様を受け取るということですね。ある人が言います。旧牧師、信じない人を救わないのは神様は心が狭いんじゃないかね。信じない人を救う
信じない人さえも救うべきじゃないかという意見があります。しかし、考えてみてくださいね、神様は私の子供であるイエス様を受け取んなさい、私のね、最高のプレゼントを受け取んなさいっていう時に、私は受け取りませんね、受け取りません、でも救ってくださいっていうのは変な話でしょね。私は そのプレゼントはいりません、でも救ってください、おかしいですよね。もし救われたいならば、はいください、ね、はいくださいと言えば、それで救われるわけです。ですからそういうことの中で、ぜひ皆さん、このイエス・キリストを信じるということこそ、ね、その最高のプレゼントを受け取るということなんですね。誰でも、受け取ることができるんだよ、誰でももらえるんだよということですね。はい、今トツ来てますね。もしもし、もしもし、はい、こんにちは。お久しぶりです。はい、久しぶりじゃん。はい、こんばんは。いや、俺久しぶりにキューちゃんのこと見たんだけどさ。そうですか。うん、あのさ、もうよくないもん、はい、え、もうよくないもん。よくない、何がよくないですか。もうキリスト教とか。あ、何がよくないですか。もうよくない、もう疲れたっしょ、いい加減。どういう意味だかよくわからないな。え、なんかさ、いや、もっとQちゃんはさ、うん、なんかもう白髪になってんじゃん。いや、もともと白髪ですよ、これ。あ、もともとそれ。そうそう、急に白髪になったわけじゃない。あ、そうだ、なんか電動しすぎて疲れて俺も白髪になったのかと思ったわ。いや、そうじゃないですよ。あ、そうなの、うん、いや、もういいっしょ、いい加減。ん？よくない？何がよくない？もう飽きたでしょ、電動とか。全然。飽きないの？全然飽きませんよ。あんたも懲りない男だね。それ、ナスコさんがまだね、その素晴らしさを知らないからですよ。そのキリスト教の？すべての。何のすべて？すべての素晴らしさをまだ知らないんですよ。キリスト教の？いや、すべての。すべてと何？世界の？世の中の？もうす、例えば人生の素晴らしさ、生きることの素晴らしさ、素晴らしさ、愛の素晴らしさ、人間の素晴らしさ、ね、うん、将来の素晴らしさ、天国の素晴らしさ、ね、うん、ありとあらゆる素晴らしさをまだ知らないんです、ナスコさんは。なんキューちゃんは知ってんの？もちろん。で、その素晴らしさをしたらどうなんの？素晴らしく感じるわけ。それじゃあまたね、またね、バイバイ、バイバイ。はい。それじゃあですね、話を続けますが、どこまで行ったかな。要するにですね、このイエス様のプレゼントをですね、その受け取ることが大事なんだよということですね。皆さん、クリスマスでプレゼントもらったら嬉しいでしょ、ね、プレゼント欲しいなと思いますが、でも本当のプレゼントを受け取ることが必要ですね。本当のプレゼント、そして、誰でももらえるんですね。誰でももらえます。それから今日のタイトルいきましょうね。今日のタイトルはイエス様は本当のサンタクロースです。アメン。イエス様は本当のサンタクロースね。サンタクロースは誰かというのは皆さん知ってると思うんですが、サンタニコラウスですね。サンタニコラウスは、まあ、神父と言ってもいいのかな。トルコぐらいかな。トルコぐらいにいた神父じゃないかと思うんですが、そのサンタニコラウスがですね、こういう話があるんですね。ある日ニコラウスは貧しさのあまり3人の娘を嫁がせることのできない家の存在を知った。ニコラウスは真夜中にその家を訪れ、屋根の上にある煙突から金貨を投げ入れる。この時暖炉には靴下が下げられていたため、金貨は靴下の中に入ったという。この金貨のおかげで娘の身売りを避けられたという逸話が残されている。こういうウィキペディアに書いたんですが、つまり、サンタニコラウスというのは、サンタというのは聖人という意味なんですね。聖人というのは、まあ、クリスチャンはみんな聖人なんですよ。クリスチャンはみんな聖人なんですが、私も聖人なんですね。サンタ級と言います。サンタ級。
それから J さんはサンタ J ですね、それから、メラニーさんはサンタメラニーですね、あと誰がいたかな、ゴマさん、サンタゴマ、サンタゴマ、つまりあの、クリスチャン、クリスチャンはみんなサンタなんですね。サンタ、皆さんもクリスチャンだったらイエスキリストを信じるならサンタですね。サンタ、ですからニコラウスさんはサンタニコラスでサンタクロースということで、でなぜイエス様がサンタクロースかということなんですがね、あ、ドイツ風にはサンクトメラニーだそうですね。サンクトメラニーで、なぜですね、なぜあの、イエス様がサンタクロースかというと、つまり、サンタニコラスは、まあ、クリスチャンだったということですね。もちろん神父だからね、クリスチャンだった。だからイエス様の教えをしっかり守ったということですね。イエス様の教えを守った、そしてその信仰に燃えてる人はそのサンタニコラスの中にもイエス様がおられて、生きてることはキリストという言葉がありますが、サンタニコラスの中にイエス様がいて、そのイエス様の力によって、イエス様の愛によって良い行いをしたということです。つまり、そのサンタニコラスさんの中にイエス様がいるんだよということですね。私の中にイエス様がいて、イエスキリストを信じる人の中に、イエス様がいるならば、私たちの良い行いはイエス様の行いだということになるんですね。つまりイエス様が本当のサンタクロースなんだよということですね。で、サンタニコラスが守ったそのイエス様の教えは何かということですが、ちょっといくつか御言葉を用意したので、御言葉を見てくださいね。まず一つ目、これはヤコブ2章ですね。ヤコブ2章20、25、ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに、忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人は、その行いによって祝福されます。自分は宗教に熱心であると思ってても、自分の舌に靴輪をかけず、自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。ね、ここにポイントがあります。つまり行いによって祝福される。それから、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をするということですね。つまりサンタニコラスは、その困っている家族に対して金貨を煙突から投げた。その金貨が、靴下を乾かしている靴下の中に入ったということで、そのサンタニコラスは直接渡さないで、誰が与えたか分かんないよ、ね、ドア開けてトントントン、ね、あのお金をあげますって、それも悪くはないんですよ。それはいいことですよ。だけどサンタニコラスは、自分があげたことを隠すために煙突から投げ入れたんですね。そうするとそのもらった金貨をもらった家族はですね、その誰がその金貨をくれたかわからない、ね、献金っていうのはそういうことがありますね。献金っていうのはこの自分がその誰かにあげるとか献金するとか、その自分の名前を言わない、そういうその習慣があります。つまり、その自分の施しを人に見せないというね、自分の施しを人に見せてはいけないっていう命令がありますから、そのサンタニコラスさんもその金貨を、どうやって入れたか分かんない、屋根登ったんだ屋根配信した屋根配信じゃないけど、まあ屋根登ってですね、ちょっと暑いですよね、煙突やけどしなかったかもしれないね、やけどしないように。でもそれがね私思うんですよね、よくサンタクロースが煙突の中に入るって話あるじゃないですか。あれはありえないですよね。もうそんな煙突は真っ黒系になっちゃいますし、真っ黒系サンタになっちゃいますし、大地熱くて火傷しますしね。
もうそれこそありえないと思うんですが、まあ煙突から金貨を投げることぐらいだったらできるかもしれません。でも思うんだけど、その金貨がですねこう肺の中に入っちゃったらしょうがないですよね。その金貨が靴下の中に入ったってよかったですけどもね、なんかどっか飛んでっちゃったら大変なことになっちゃうと思うんですが、まあそれは実際はどうだったか分かりませんが、まあとにかくそのサンタニコラスはイエス様の教えを守ったということですね。イエス様の教えを守ってその良い行いをした、ね、困ってる人に与えたということですね。でもう一つそのあれですね、御言葉がありますね。御言葉、これは、ルカですね。ルカ6章、ルカ6章35、ね、サンタニコラスもこの聖書を読んで実行したんではないかと、そう思うんですが、イエス様は何て言ったかというと、ただ自分の敵を愛しなさい、彼らに良くしてやり返してもらうことを考えずに貸しなさい、そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高き方の子供になれます。なぜなら意図高き方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くしなさい。裁いてはいけません、そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません、そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい、そうすれば自分も許されます。与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。アメン。このイエス様の命令にですね、与えなさい、そうすれば自分も与えられますとあります。また憐れみ深く、憐れみ深くしなさいと書いてあります。まあ、サンタニコラスはこの御言葉をもちろん知っています。サンタニコラスは困ってる人に憐れみ深くしました。困ってる人に与えましたね。つまりサンタニコラスは、イエス様の教えを守ってるという、守ったということですね。そういうことの中でサンタクロースは、ね、そのイエス様の教えに従ったという意味で、イエス様が本当のサンタクロースなんだよ。つまり憐れみ深く、情け深く、ね、本当に困っているものに与える方なんだよということですね。その素晴らしいイエス様の誕生日がクリスマスですね。つまりクリスマスはサンタクロースの誕生日ではない、サンタクロースが主役ではない、ね、クリスマスはイエス様の誕生日で、イエス様が主役なんだよということですね。イエス様が主役なんだよということですね。はい、イエス様の教えは、ね、本当に神の愛を持ちなさいということですね。サンタが偶像になっているということありますね。だからサンタを偶像にしちゃいけないよということですね。サンタクロースを偶像にしてはいけない。サンタニコラスは本当に、この素晴らしいクリスチャンだったということですね。はい、これで今日のメッセージはこれで終わっちゃうんですが、いかがだったでしょうか。まあね、その求めるものに与えなさい、これ結構難しいんですよね。私も本当にですね、宿泊してこの命令を守ろうとしていますね。まあ、何でもかんでも与えてもいいっていうことではないともちろん思いますよ、ね、何でもかんでも与えなさいっていう意味ではないけれども、要するに憐れみ深くなんなさいということね。憐れみ深くなんなさい、そして本当に愛を示しなさいということなんです、ね、愛を示しなさい。だから私たちはその 愛をどんな時、悪い人に対しても悪人に対しても神の愛を示しなさいということで、これがまあ難しいですね。本当に私もですね、もう本当に毎日が訓練ですね。毎日が訓練ですね。もう本当にこの
愛するということは難しいです、難しいです。で、難しいからしちゃ、しないんじゃダメですよ皆さんね。難しいけども、その祈りながら、祈りながら、ね、イエス様の教えをしっかりとですね、油注ぎの中でそうしよう、決心してですね、イエス様の教えを守ろう、イエス様の教えを守ろうと決心することが大事ですね。で、その決心していくことの中で、だん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 、イエス様が変えてくれますね。神の愛を持てるようにしてくれます。ですから、ぜひ皆さんね、まあ、多くの人は、お金に頼っている人がたくさんいます。お金に頼っているとそれができませんね。お金を愛する人、お金持ちになりたい人、お金に、お金を、ね、求めている人はですね、サンタクロースになれませんね。サンタクロースになれません。サンタクロースになるためには、ね、お金をに信頼するんじゃなくて、イエス様に信頼して、イエス様に信頼して、その神の愛で人を愛そうと、神の愛で人を愛そうという、そういう生き方を求めないとですね、サンタクロースになれませんね。ぜひ皆さん、イエス・キリストを信じる兄弟姉妹の皆さん、ぜひ21世紀のサンタクロースになりましょう。21世紀のサンタクロース、サンタクロースというのはイエス様の教えを、守って、恵み深い、憐れみ深い人間になるということですね。恵み深い、人間、憐れみ深い人間になるということですね。アメン、アメン。そうですね、まあ、なんとなくですね、クリスマスのシーズンっていうのはなんかこう与え合うね、こうプレゼント与える、なんかこうウェルカムするね、なんかこう一緒に食事をする、なんかそういうですね、神の愛がこう、感じることができる、そういうシーズンではないでしょうか。デートの日ではありませんよ。恋愛は本当の愛ではないんです。恋愛の愛は、良くないわけですね。ですから、そのクリスマスは、神の愛をその なんていうかな、訓練する時となるではないでしょうか。ただ気をつけなきゃいけないのはね、気をつけなきゃいけないのは、その例えばチャリティーをするとか、なんかこうね、施しをするとか、良い行いをするっていうのは、まあ、教会ではよくやることなんですが、それがですね、本当にその神の愛から、神の愛を動機としてやらなきゃいけないということですね。それを、ね、人に見せるためとか、ね、その自分を自慢するためとか、それから自己満足とか、そういうのはダメだということですね。イエス様が人に褒められるために良い行いをしてはいけないという命令がありますから、右手がすることを左手に見せてはいけないという、ね、右手ですよ、右手がすることを左手に見せてはいけない、もうすぐ近く見え見えなんですかね。見え見えなんですが、右手のすることを左手に見せてはいけないということは、もう本当にこう隠れて善行しなさいということですね。隠れて良い行いをしなさいっていう、それでそのぐらいですね、良い行いっていうのは、人に見せるものではないよということですね。まあ、その世の光としてですね、良い行いを人々に見せなさいっていう命令があります。だからそれはですね、またちょっとこう、矛盾しているようですけど、それはまた別な問題ですね。世の光として生きるというのは、それは良い行いを見せるというよりも、まあ、良い生き方と言いましょうかね。良い生き方というか、信仰のあり方を、まあ、見せるという意味で、良い行いを見せるという意味とはちょっと違うんじゃないかと思うんですね。私たちは良い行いを人に見せないようにして、しかし、その、
イエス様を信じるクリスチャンとして、ね、その信仰の生き様といいましょうか、信仰を持っているそのイエス様の弟子として、この世に対して、ね、言い表さなきゃいけないんじゃないかなと、ね、つまりその伝道したり証ししたりすることはどんどんしなきゃいけないんじゃないかなという感じですね。アメン、アメン。もっと具体的に説明して具体的に説明してね、うん、はい。それではですね、そうですね、イエス様がその、まあ、このクリスマスに、この地上に来たということはね、ご自身を捧げに来たということですね。十字架というのは自分の命を捧げるということで、まさにキリスト教というのは与える宗教といいましょうかね。イエス様ご自身が命を与えた、永遠の命を与えたということですね。そして私たちもある意味では自分の人生をイエス様に与える、自分の命をイエス様に与えるね、そのイエス様に与えるがゆえに私たちも、ね、人に与える、ね、人に与える、人にね、もう必要があれば物を与える、時間を与える、ね、自分の労力を与える、自分の隣人を自分のように愛する、隣人を自分のように愛する、まあ、愛することは与えることと言うと分かりやすいかもしれませんね。愛することは与えることだ、ね、愛することは与えることだ、そういう感じでしょうかね。そしてその最高の愛は命を与えることですね。イエス様は私たちに命をくれたということは最高の愛なんだよということですね。ちょっとごめんなさい、電話。ハロー。なんか今私の携帯壊れちゃってるね。私の携帯なんかね、出るとすぐ消えちゃうような感じでね。なんかちょっと調子悪いね、これ。すぐ消えちゃう。ハロー。これはね、私の携帯が壊れてるのかな、これ。すぐ切れちゃうね。すぐ切れちゃう。さっきからそんな感じなんですよね。もう壊れちゃったのかな。携帯が壊れちゃったような感じですね。はい、それではですね、どうしたらいいのかな。すぐ壊れちゃう。充電切れじゃなくて充電は入ってるね。なんかね、出ると切れちゃうっていうの、これ前から時々あるんですけどね。はい、それではですね、どうしたらいいかな。どうしたらいいでしょうかね。明かしタイムいきましょうね。明かしタイムね。それじゃあですね、皆さん明かしタイムいきましょう。今日は何明かしタイム？サンタクロース明かしタイム。サンタクロース明かしタイムね。サンタクロース、ん？パソコン電波弱い？いやー、一応電波強いんだけどね。サンタクロース明かしタイム行きましょうか。サンタクロース明かしタイム行きましょうか。はい、それじゃあですね、サンタクロース明かしタイムスタート。サンタクロースさん、開始タイムスタート。携帯に つながらなかったけど神様とつながっている。サンタは変装した家族だと知った。
私が悪霊に悩んでる時にイエス様が木馬に乗ってきてくれた。クリスマスはイエス様の誕生日だと分かった。イエス様のクリスマスプレゼントを買えるようになった。あ、消えちゃった。あ、なんか消えちゃったね。あ、ごめんなさい、またまたます。すいません。またですね。すいません。また、あれですね。ちょっと待ってくださいね。